はいどうもこんにちは。今日もゲストに三共楽器の熊谷さんにお越しいただいております。こんにちは。今回のですねお聞きしたいことは楽器のお手入れについて。フルートって練習終わった後僕らは大体ですねクロスで外を磨いたりとかあとはこうスワブで中のこう水滴を取ったりとかそういうことぐらいしかしてないと思うんです、はい、大体そのお手入れの仕方で本当にいいのかっていうこととか、うん、ここは注意した方がいいですよみたいなところがもしあったら教えていただきたいんですけれども、はい、いかがでしょうか。はい、吹いてるうちに、うん、やっぱり水が出るじゃないですか。そうですね、ね、この水はですねもう避けることができないものなんですよ、うん、吹いてる以上はもう水蒸気がやはりもう息の中に含まれてますから、うん、簡単に冷たいですからねこの中を通ったら結露してそして長く吹けば吹くほど水は流れてきます、うん、この水がですね調整を狂わしてしまう原因なので水をできるだけこまめに取ってあげる。それは練習している間でもこまめに水滴を取るっていうことですか。はい、そうです。なるほど。終わりだけじゃなくって、はいはい、なかなか忘れてしまったり、はい、掃除ができないような雰囲気だったりいろいろあると思うんですよ。可能な限りやっていただけた方が楽器の調整は狂いにくいんじゃないかなと思います。なるほど。とにかく水分が敵だと、うん、そうです。水分と戦うしかないです。なるほど。水を取る方法としては、はい、もう皆さんご存知だと思うんですけれどもクリーニングロットですね。クリーニングロットにガーゼを巻いてこう中を拭いたり、うんうん、今いろいろクリーニングロット以外にも先生のお持ちのような、うん、スマートロットってやつですね。そうですね、はい、ね、こういったものをですね使ってあげればガーゼをいちいち巻かなくてもすぐにきれいにスッとこう入れて、うん、これで磨けるっていう、はい、これめちゃくちゃ便利ですよね、うん、今こういうタイプのスワブが多いからすごい助かってます、うん、はい、一昔なんか全然なかったんですよ。こうやってくるくるくるってガーゼ巻いてギュギュあれ入らないなみたいなことをやってましたよね、はい、一番出るのは頭部管です、はい、なので頭部管の抜くとですねやっぱり頭部管の位置がずれてしまうとかそういうことも気にしてあんまり抜きたくないと思うんですよ、うん、プレイヤーとしては。あ、そうですね、うん、ここをチューニングせっかく合わせたのに、はい、それもあるのでもう絶対やらなくちゃいけないというわけではないんですが水が一番溜まる場所というのはやはりここからです。この反射板というのが中にあってそこからこっちの方に流れてきますから、うんうん、ここのところをまずきれいにしてあげると、まあ、だいぶいいのかなと思いますよね。とあとは頭部管の方も、はい、軽く一番やっぱり水が溜まるのはこの頭部管、はい、で頭部管抜いて水を取った後は次に溜まってるのはここから下に向けてだんだんと少なくなってくるとは思うんですけど、やっぱ全体にあるのはここあたりでしょうね、はい、でここあたりを水を取るここから入れてあまりも強くゴシゴシやるようなものではないです、うんうんうん、水を吸えればいいので。なるほど、はい、ゆっくり優しくこう水を吸わせてください、はい、うん、吸えたなと思ったらもうこれで OK です。ここまでやらなくてもいいかもしれません。場合によります、うんうんうん、水がたくさんこう流れていてここから水が滴るようなことがあれば、うん、ここも水がいっぱいあると思うので、はい、こちらの方も軽くやってあげるといいと思います、うんうんうん、なるほど。汚れを落とすというよりは本当に水分を取るという作業、はい、そうです。缶の中はこうやって、はい、見てもすごいピカピカ綺麗にいつもなってるし、うんうん、だからそんなに汚れるものではないんだなっていうふうには思うんですけれども、うんうん、なんかこう頭部管をこうやって見た時に、うんうん、あれなんか頭部管の奥汚いって思うことはあります、うんうん、そうですね。ガーゼとかだと中のこう反射板までこう届かなくて、うんうん、あれなんか水滴取れてないっていうことが結構あったりしてやきもきする人はいると思うんですよね。角が取れないですよね。今はすごくいいものがあるのでぜひこういうのを使っていただけたら、うんうん、すごくいいと思います。そうです。吸水性もいいですしね。楽器の外側の磨き方なんですけれども、ね、はい、今僕使ってるのはこういう厚手のマイクロファイバーが一番使いやすいなと思ってるんですけれども、はい、それで磨けば OK ということですか。はい、うん、それが一番いいです、はい、基本としては拭く前に綺麗かどうかです大丈夫かな多分こ取り替えてばっかりなんで大丈夫だと思いますけどクロスは綺麗であることがまず大切なポイントだと思っていて、はい、これが汚れてると一生懸命磨いても綺麗にならないんですよ、うんうん、今こう指紋がたくさんつきますよね。この指紋を綺麗にこう落としていただきたい。でその時は綺麗なクロスだからこそ綺麗にこう取れるんですよ。ピカピカですね。すごいいいですねこのクロス。必ず1枚じゃなくて2枚は僕は持っておいた方がいいかなと。そうですね。これ洗濯ができるっていうのがね、うん、そうです、うん、そうです。クロスはやはり洗って使うものだと
思っていただければいいと思うんですけど、うんうん、洗えないクロスも中にはあります。洗わないクロスはもうほんとおまけ程度のクロスだったり、うんうん、その場しのぎのクロスだったりするので、フルートって結構傷がつきやすい、吹き傷がすごいつきやすいので、あんまりこう洗い物は使わない方がいいのかなと。手触りのすごく良い柔らかいタイプがいいのかなと、うん、なるほど。磨き方なんですけれども、うん、基本的には分解します。これすごい大事なことです、うん、今指紋がたくさん見えますか？はい、さっき僕がベタベタ、はい、ここの指紋をですね、軽くこう拭くだけでいいクロスであれば指紋が取れていきます。うん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 、強い力はそんな強くやらなくていいです、うん、はい、軽くこう触るだけで指紋が取れます。はい、今取れてますね、うん、すごいピカピカですね。はい、ここで気をつけなくちゃいけない点は、ここに担保が見えますね。はい、この担保をですね、触らないように拭いていただきたいんです。なるほど。これをですね、ゴシゴシ一生懸命磨きすぎてですね、担保も一緒にこう触ってしまって磨いちゃうとですね、担保のここの部分が破けてしまうんですよね。はいはい、はい、ですのでここの部分を触らないようにして、はい、丁寧に磨いていただければいいなと思います。はい、慣れると早いです。ささっと拭けます。うん、はい、だんだん適当になるっていう、そうですね、ことでもないですね。ではないんですね。容量が分かってくるってことですね。そういうことです。はい、担保をできるだけ触らないようにっていうところだけ押さえていただければ、なるほど、基本的に金属を磨くことがポイントですから、うん、コルクとか触らない方がいいです。ああ、うん、そうですか。力かかるともう古い楽器になるとポロッと取れてしまったりすることもあります。そうなんですね。はい、あとフェルトですかね、こういうところ、はい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 、こういったフェルトも触っちゃうと取れちゃうこともありますので、うんうんうん、取れたら応急で例えばボンドとかでつけておくことはもちろんできますけど、ちゃんと修理した方がいいと思います。なるほど。なぜかというと、ここのつけ方一つでこのキーの開きとか変わってしまうからです。うん、こういうところとか汚れが気になるからって、うんうん、こう押してギューってこう磨くのも厳禁ってことですね。あまり強くは、はい、押さない方がいいです。押さない方がいい、はい、軽いタッチでこうやって優しく優しく、はい、拭いてあげてください。優しく拭く前には、まあ、問題ないです。問題ないです、はい、うん、優しく拭いてあげて綺麗にできるようなクロスがいいです。なるほど、はい、なるほど、なるほど。これがですね、ゴシゴシやらないと取れないぐらいのあまり性能の高くないクロスを使ってしまうと、うん、楽器を傷めてしまうこともあります。うん、マイクロファイバーでも薄手のやつありますよね。はい、うん、あります。あれ、まあ、ケースの中にしまうとこうすごい場所取らないからいいんですけど、うんうん、だけど僕薄いマイクロファイバーだと、はい、ちょっとなんか引っかかりが強すぎて、うんうん、そうですね、ギュッて力が入っちゃうっていう、はい、だから僕は厚手の方が好きなんですけど、そういう軽い力で拭くなら厚手の方が僕もおすすめかなと思いますね。そうですね、うん、はい、あとですね、僕気になるんですけど、はい、このメカニズムのこう密集してるここにホコリたまるじゃないですか、はい、これって自分で綿棒とかで掃除していいんですか？はい、できればやらない方がいいと思います。うん、綿棒で掃除することによって、はい、キーのスプリングがですね、はが、うん、外れてしまったりとかいうことはよくあることで、はいはい、うん、そうするとキーが戻ってこない、開かなくなってしまう、はいはい、もしくは閉じたままになってしまうということが多発するんです。うん、掃除したらなんか音が出なくなっちゃったんですって言った段階で、はいはい、あっと思います。あ、そっか、そこで僕聞くんです、綿棒使いましたって、うん、そしたらはい、あ、大体同じお答えなので、ここをやっぱりつついて外しちゃうんですね。うん、簡単に治ることですし、うん、全然問題はないんですけれども、ただまあ本番直前にそういうことがあると、うん、結構精神的ダメージが大きいじゃないですか。そうですね、もう本番直前なのにあーってパニクっちゃったりとかもあるので、まああまり、うん、本番直前ほどでも結構皆さん掃除してるような気がするんですが、やっぱり人前に出るからピカピカの状態でやっぱりそうですね、明日頑張ろうねみたいな感じでこう綿棒は使ってはいけないわけじゃないんですが、種類もあると思うんです、いろいろで。綿棒の先端ってもともと耳かき、耳掃除用じゃないですか、うん、だから結構ガサガサしてるんですよね。あ、はい、ですのでこういう柔らかい素材ではないので、うん、結構ゴシゴシやると傷つきます。もし綿棒を使うんだったらば、まああまり僕はおすすめはしないんですけれども、うん、軽く霧吹きでちょっと水が含まれたような状態で柔らかい状態にしてやれば傷はつかないと思います。はい、はい、ただなるほど、水があまり良くないものですからね、はい、ですからあまり水には関わらない方がいいのかなっていう気もしますが、うん、乾いた状態でやると本当ラインが入ります。なるほど、はい、
綿棒を使うのもかなり要注意ということです、ね、おすすめはできないです。おすすめはしないということですね、はい、もう一つ聞いてもいいですか。はい、はい、どうぞ。頭部管のこの歌口のエッジの内側って、うん、はいはいはい、結構汚れたまります。たまります。僕パッて見てみると、はい、あれなんか溜まってんなみたいなのが見えるんですけど、これって汚れですか。汚れです。これってなんか掃除する方法とかあるんですか。はい、うんうん、あります。どうやるんですか。実際にやってみますか。そしたらやってもいいですか。はい、綿棒をですね、はいはい、使えばここをきれいにすることができます。ここは綿棒使っていいんですね。そうなんです、うんうん、木の間はスプリングとかがあるのであまり良くないなと思うんですけども、はい、先ほどお話した通り水を使えば、はい、あの結構あの傷がつきにくいと思うんです。霧吹きとかでちょっと水を浸したりとかして、はい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 、そうするとまあふやけるというかこの状態のものが水をつけたりするとこうふわふわっとこう柔らかくなるんですね。ほう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 、はい、触ると分かります。ガサガサしてます、うんうんうん、でこっちはもうなんかこう柔らかい感じに。ちょっと触ってもいいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、こっちとこっち。はいはいはい。あ、本当だ、ね、なんか、うん、はい、全然手触りが違う。でこの状態で、乾いた方ではなく、水がちょっと湿ったような状態、はい、で、軽くですね、優しく、ここも優しくです。はいはいはい。ここのリッププレートとライザーっていうこの煙突の部分、はいはいはい、この部分とあと艦体、はい、このライザーという部分が、このリップレートと、艦体を結んでる、はいはい、つないでるところですね、はい、でここの高さの部分が汚れるので軽く触ってあげます。でここですね、ゴシゴシやってはいけない理由として、すで、はい、にもうたくさんこうゴミがついてたりすると、はい、これをやることによってたくさんその、あのゴミが取れるんですけども、うん、ゴミで傷がつくんですよ。はあ。なのでふやかすような感じ。なるほどなるほど。水で、あの水溶性の汚れがほとんどなんですよ、ここについてるのは。なので軽くこういうふうにやってゴミがこう浮いてくるというか、水が含まれて柔らかくなっていくというか、はいはいはい、でこういうふうにやってあげると、わかりますか、ちょっと汚れが。あ、ちょっと恥ずかしい。そう、軽くやってるだけなんです、はいはいはい、ゴシゴシはやらないです。ゴシゴシやるのは本当におすすめできないです。なるほど、うん、あとこのライザーという煙突はですね、はい、今の楽器はアンダーカットって言って、まっすぐではなくちょっと下にこうカットされてます。あ、つまりなるほど、こうじゃなくこうなんですよ。はい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 、はい、ですので斜めからもこういうふうにちょっとこう触ってあげます。ははは。はここも普通常は触れないので、うん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 、だからこういうふうに綿棒とかで優しく触って汚れを取ってあげる。そうですね、確かにスワブでも取れないです。取れない部分ですね、斜めになってるから、はい、そうですね、ここですね。あ、なるほど。アンダーカットって汚れやすいんですよ。結構汚れ溜まってることは多いので、はいはい、ちょっと気がついたら、はい、軽くそうやって軽く含んだ綿棒で触ってあげると。そうです、いう感じですね、はい、ここは汚れます、必ず汚れるので。うん、あのただ毎日やるとかじゃないんですよ、うんうん、例えば1ヶ月に1回とか、はい、3ヶ月に1回でもいいかもしれません、うんうんうん、使う頻度とか汚れ具合でそこは決めていただいてやっていただければ、うん、こんな感じで汚れを取ることができますので、ぜひここはやっていただきたい。あともう一つですね、はい、ここもなんですよ。これリングキーじゃないですか。そうですね、うん、リングキーもここに穴があるんですね。でここのところですね、ここも同じように軽く、はい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 、ここは軽く木を押さえて、はい、あのギュッと押さえないで、うん、あの軽く押さえた状態で、うん、でここも軽くあの水をこう浸した綿棒で触ってあげる。これも軽くでいいです、本当に、うん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 、で長く掃除をしていないとここも結構汚れています。はい、で汚れてるとゴシゴシやっちゃうと、うん、その汚れでまた傷がついたりとか、木ですからね、力入れてしまうことによって曲がってしまうこともあると思うので、うんうんうん、そういうところも気をつけて扱っていただければと思いますね、うんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、結構匂いがする感感とかもあったりするんですけ ど、それはもしかしたらこの中のところが原因だったり、うん、そうです中もそうですけれども、そういう匂いはですね、それだけじゃな取れないと思いますね。分解します、その際は。なるほど。ここの中にはヘッドコルクとか反射板とか、はいはいはい、そういったパーツが入ってるんですけども、はいはいはい、それを抜いて完全にクリーニングして、そして新しいヘッドコルクにして、そして組み直すと、そしたらもう
そんなに臭くないと思います。なるほど。あ、ヘッドコルクがなんかちょっと問題ありみたいなこともあるんですね。はい、ありますね。古い楽器はヘッドコルクってあのコルクですから水がここいっぱい出るじゃないですか。そうですね。そうすると中が結構腐っていっちゃったり、あ、そういうのもあります。腐るんですか？腐ります。あのコルクは腐ります。へえ、はい。なので定期的に、はい、うん、1年から2年に1度はヘッドコルクは交換した方がいいんです。あ、そうなんですか、はい、結構見落としがちなそのメンテナンスの部分ですね、はい、それ。そうですね、見えないですからね、うんうん、でもあの音の当たり方とか、うん、音の鳴りが変わります。へえ、うん、皆さんもうやっぱりそこはすごく実感いただきますね。実際見てみますか？あ、見てみます、はい。ぜひぜひ、はい、こちらですね、はいはい、ヘッドキャップ、クラウンとも呼ばれているこのパーツをまず取ります、うん、はい。そしてここの中に反射板と、そしてここにネジがあって、はいはいはい、これは一つのパーツなんですね、うん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 、そして今これを抜きます。抜く、はい、抜きます。ほ、抜きます、はい、はい。そうするとこういうパーツが出てきます。ああ、本当だ、本当にワインのコルク栓みたいな、はい、そうですね、なんか出てきました、はい。この、コルクをこれも消耗品なので交換する必要がありまして、はい、うんうん、でまあ、ここを、まあ、分解してですね、交換するんですよ、うんうんうん、なるほど、こうなってですね、はい、もうあの僕も交換したことあるんですけど、全部熊谷さんにお任せしたそうですよね、お見せしたことないですもんね、うん、あまりこうお見せ しないことが多いかもしれませんね、うんうんうん、こういったあの留め金がありまして、はい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 、コルクがあって、そしてこれはコルクです。あ、ほんとだ、完全に分解できちゃうんですね、はい。でこれが反射板。あ、なるほどなるほど。じゃあ本当にこのコルクの部分だけを交換すれば、はい、そうです、 OK ということ、はい、でこれは新しいコルクをつけて、うん、はいはい、まあ、この時にですね、あの頭部管をクリーニング、完全にクリーニングして、今これ筒抜けってことですか？はい、筒抜けです。見えますか？わ、本当だ。でこれも完全にクリーニングして、はい、そしてあと反射板が意外に汚れてるんですよね。うん、これ磨くの難しいんですよね。そうなんです。なのでここを、まあ、金属が硫化した状態、はい、あの黒くなってる状態を、はいはい、あのきれいにしたりとか、あとは汚れが溜まっていればそこの汚れをきれいに取ってあげて、うんうんうん、反射板っていうだけあって、うんうん、ここがやっぱりきれいな状態がいいんですよ。はい、はい、なるほど。でそれでこの状態にして、で新しいコルクに交換して、まあこれは古いままですけど、はいはいはい、これ交換して、そしてこう締めて、はいはい、で綺麗な、頭部管の中に入れまして、そしてはですね、そしてクラウンをつけて、で中チェックして、であとは反射板の位置、そうですね、というものを決めます、はい、基本的にメーカーによって決まってるので、はいはい、このメーカーはこの位置っていうのはあります。あ、そうなんですね、はい、でこの位置が決まりましたら最終的に、ここをしっかりと止めて確認して、で完成ですね、はい、へえ、あ、一連の作業ちょっと見れた、はい、面白い、元通りになりました。なるほど、はい、ありがとうございます。最後に、うん、あのこれも皆さん気になる部分だと思うんですけど、はい、楽器の黒ずみ、お、うん、使ってるうちにどうしても黒ずんでしまうものは、うん、もうこれはしょうがないとは思うんですけれども、はい、うん、はい、この黒ずみってどうすればいいですか？まあ、そうですね、放置してしまうのもあれだし、うんうん、でもなんかこう磨く、頻繁に磨いてもやっぱり黒ずんでしまうしっていうところもあると思うんですけど、うん、そうですね、まず黒ずみが一体何なのかっていうところなんですけども、うん、これは、硫化銀です。硫化銀、はい、で硫化銀というのは銀色のこの色をしてないですね、うんうん、黒いんですよ、うん、硫化をし始めると、初めは黄色っぽくなったり茶色っぽくなったりします。でさらにそのまま硫化が進みますと黒くなって、うん、青っぽくこう光ってきたりとか、うん、あの本当に黒くなります、うん、はい、いぶし銀だとか、
はい、そういったのありますよね、はいはいはい、あれはそれなんです。なるほど。わざと黒くしてるんですね。うん。でもフルートはその黒くする必要はないので、うん、本当は黒くあってほしくないなと思うんですけども、うん、ただ銀という金属の特性は空気中にある硫化物をですね反応しやすいものなので、うんうん、硫化物のないところっていうのがなかなかないと思うんです。あの硫化物の何が反応するかっていうと硫黄です、はい、S ですね、はい S うん、それがですね AG という金属に、くっつくと硫化銀になります。硫黄がなくなれば銀に戻ることも確かなので、うん、硫化を還元するっていう方法もあります、うん、ただここですね説明とか実践とかやるとかなり多分時間は取られてしまうのでちょっと今すぐできないんですけども、うんうん、直すことができます。なるほど。はい、もし黒くなってしまった場合には僕は、まあ、ちょっとこれは大きな声ではあまり言えないかなという思うんですけど、うんうん、軽く触れるとあんまり削らない方がいいです。クリーナーでその表面を削ってしまうタイプのものが、うん、ものがあります。あるってこと、はい、うん、なのでそういった削ってしまうとメッキのものであればメッキって10ミクロンとかすっごい薄いんですよ。それを磨けば綺麗になるって言って一生懸命やっちゃうとですね銀メッキがなくなっちゃうんですよ、うん、でなくなると地金が出てきて手が黒くなったり、うんうん、匂いがする金属というのも出てくる場合もありますし、うんうん、でも銀製であればそれはないと思うんです。総銀製であればそれはないんですけれどもでも削ってしまうということは銀が減ってしまうわけですから、うんうんうん、このフルートそのものの状態が変わってしまうことなので、うんうん、あまりその削るという作業はお勧めできないです。他の方法で直すことができるので、はあ、はい、還元させてあげると、なるほど、被害はなくほとんどなくできるんじゃないかなと思う。そういう技術もそのリペアの中にはあるってことですね。あります、はい、なるほど。じゃあもし本当に黒ずんでいやこれどうしようって思った時はやっぱり楽器屋さんに持ち込むのが一番安全に黒ずみを取ることができると。できます。僕もずっといろいろやってきたんですけども、うん、その中でやっぱり一番いい方法っていうのもいくつかありまして、うんうん、それをやれば楽器を傷めないでいけるなと思いますので。なるほど、はい、ピカピカに戻せます。あ、本当ですか、はい、そういうふうに悩まれている方は、うん、楽器屋さんにね、はい、持ち込んで、そうです、ね、もちろん三共楽器の方でも、でも大丈夫です。そちらを対応していただけるということですね。はい、はい、そんな感じで、はい、ぜひですね皆さんも正しい、楽器のお手入れの仕方っていうのを今のでねすごくよく分かったと思います。僕もたくさん勉強またねさせていただきました、今回も本当にありがとうございました。下の方に三共楽器のホームページのリンクを貼っておきますので自分の楽器のことで何か悩んでることとかありましたらちょっとねこう連絡をしていただけると、優しいスタッフの方々がね対応していただけるかと思いますので、はい、僕もいつも本当にお世話になっております。はい、はい、ぜひぜひチェックしていただければと思います。ではではまた次の動画でお会いしたいと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。